見てごらん、ずんだもん。とても綺麗な無限級数ね。わ、すごいのだ。こんなに立派な無限級数が見られたのは久しぶりなのだ。でも、どうしたの？無限級数って本当に存在するのかな？何を急に言い出すのよ、ずんだもん。今私たちの目の前にあるじゃない。メタン、僕はそういうことを言ってるわけではないのだ。無限界の足し算なんて本当にできるのかな？その先は一体どうなってるんだろう？ずんだもん、無限級数の定義を忘れちゃったのかしら？仕方ない、説明してあげましょう。ここに A1+A2+A3+…という無限級数があるわ。これはシグマを使ってこのように表すことができる。では、この無限個の足し算の定義は何なのかというと、一旦途中までの足し算、いわゆる部分和を考えて、その部分和の項の数を無限大に飛ばした極限、これが無限級数の値の定義だったわね。そういえばそうだったかも。言い換えると、部分和の項の数を無限大に飛ばした時に、部分和がある有限の値 S に限りなく近づく場合、この極限値 S を無限級数の値とするのだった。まあ発散しちゃうこともあるけどね。それは分かったのだ。でも僕が気になってるのは、無限級数は単にそう定義されているというだけで、実際に無限界の足し算を実行しているわけではない。あくまで部分和がいくらでもその値に近づけるというだけなのだ。なるほど、ずんだもんが気にしてるのはそこだったのね。確かに無限級数はある種の極限値として定義されている。無限界の足し算を実行しているとまでは言えないかもしれない。でもね、ずんだもん、無限界の足し算じゃなくて無限個の足し算だったら、ある意味において可能だと言えるわ。え、そうなの？本当かな？まあメタンがそう言うなら話を聞いてあげてもいいのだ。じゃあ無限級数とは別のもう一つの無限和についてお話ししましょう。さらにそれが無限級数とどのような関係にあるかも説明するわね。ではお願いするのだ。まず AB という集合があるとしましょう。ここで A と B の両方の要素を持つ新たな集合を考える。この新たな集合を A と B の和集合といい、 A カップ B で表すわ。なんかそんなのあったかもね。ちゃんと定義すると、 A カップ B とは X という点全体の集合であり、 X は A に属しているという条件、または B に属しているという条件を満たすという感じで書けるわね。ここまでは OK なのだ。じゃあ次はこのように続く無限個の集合があるとしましょう。そして無限個の集合の和集合を定義したい。これはカップをシグマのように使ってこのように表記することもできるわ。ずんだもん、この和集合はどのように定義すればいいかしら？さっきと同じように考えると、この和集合は X という点全体の集合であり、 X は AN の少なくともどれかに属しているという条件を満たしているのだ。うんうん、いい感じね。その条件はこう書くことができるわ。この E をひっくり返したみたいな記号は何なのだ？これは EXIST の頭文字から来ている記号で、こういう条件を満たすものが存在するという意味ね。ちなみに大文字の N は自然数全体の集合だから、ある自然数 N が存在して X は AN に属するという意味になるわ。なるほど、確かにどれかの AN に属するという条件が表せているのだ。さてここで無限級数と無限個の集合の和集合を比較してみましょう。ずんだもん、どこが違うかわかるかな？いろいろ違う気がするけど、一番の違いは、無限級数は極限を使って定義されてるけど、和集合は極限を使ってないようなのだ。そういうことになるわね。前者は部分和がいくらでも近づける先として無限和の値を間接的に定義しているのに対し、後者では全ての自然数 N に関して直接的に AN の和集合を取っている。まあ確かに和集合の方は本当に無限個の集合の和を取っていると考えても良さそうなのだ。無限和が本当に存在するということが分かってもらえたかしら？いや、ちょっと待ってほしいのだ。この2つって全く別物だよね。やっぱり無限級数の方は部分和がいくらでも近づける値を無限和として考えることにしているだけだから、本当に無限個の数を足していると言っていいのか、どうしても疑問が残るのだ。そう来ると思っていたわ。では2つの異なる無限和にどのような関係があるか見ていきましょう。改めてこのような無限級数を考える。ただ四角項は正とするわね。そして N 項目までの部分和を SN とする。ここで S0 は0と考えることにしましょう。そして無限級数が有限の値に収束するものとして、その極限値を
S と書くことにする。この状況を数直線で表すとどうなるかな。そうだね、うんと。まず原点があって、そこから H だけ進んだところに1項目までの部分は S1 がある。さらに A2 だけ進んだところに2項目までの部分は S2 があって、あとは同じように続いていくのだ。そしてこの極限値が S ということになるね。それで良さそうね。今は全ての AN の無限和を考えているけど、代わりに各 AN に対応する長さを持つ区間 IN を考えてみましょう。するとこんな感じになるわね。ふむふむ、なるほど。つまり IN はこういう半回区間として定義されていることになるね。確かにその通りね。集合の記法を使うとこんな感じで、 SN-1 以上 SN 未満の実数全体として表現することができるわ。ではここで無限級数の代わりに無限個の区間 IN の和集合を取りましょう。これは和集合の定義に従ってこういう風に書けるわね。するとこの和集合は0以上 S 未満の半回区間になって、その長さは S となり無限級数の値と一致する。実際は本当にこうなるのか証明する必要があるけどね。おお、なるほど。つまり無限個の区間の和集合を取ることで無限個の区間の長さを足したということになるのかな。感覚的にはそういうことになるわね。さて2つの無限和を比較してみましょう。無限級数では部分は SN がいくらでも近づける先を S と定義していた。一方無限個の区間の和集合では全ての自然数 N に関して直接的に IN の和集合を取った。結果として無限級数の値と和集合の区間の長さは一致する。この事実は無限級数とは何かということに別の視点からの理解を与えてくれるわね。うむ、確かに。まあここは解釈の問題でもあるから、個人の感覚によっていろいろな意見があるとは思うわ。それにしても終点付近で無限に存在する小さな区間が一気にくっついて一つの区間になる様子を考えるとちょっとゾクッとするのだ。なんだか不思議な感じがするわね。それじゃあ2つの無限和がちゃんと対応していることを証明しましょう。つまり無限級数の値を S とすると区間の和集合はこのような区間になること、これを示せば OK ね。無限個の区間の和集合を I と置きましょう。和集合の定義から I はいずれかの IN に属する点 X の集まりと考えられる。ずんだもん、あとはお願いできる？え、急に言われても。一個ずつやっていけば大丈夫よ。まずは X 小なり0の時 X が I に属するか調べてみましょうか。それならできそうな気がするのだ。図を見ても明らかなように各 IN は0以上の値しか含まないので、X 小なり0なら X はどの IN にも含まれない。したがって X は I に属さないのだ。その通りね。じゃあ X が0以上 S 未満の時はどうかな。 A と X は IN のどれかに属している気がする。もともと S は SN の極限値だった。この事実が使えそうな気がするのだ。 SN がいくらでも S に近づけるということはある自然数 N が存在してSN は X よりも S に近づくことができる。このような N をギリギリのところで取るとその一歩手前の SN-1 は X を超えない、つまり X 以下となる。これは X が IN に属しているということだから、 X は和集合 I に属しているのだ。極限の定義と和集合の定義がつながる証明になっていて面白いわね。最後に X が S 以上の時を調べましょう。 X が S 以上ということはX は S1、S2、S3、…のどれよりも大きい。X が S1 より大きいということは、X が I1 に属していないことを意味するのだ。同じように、X が S2 よりも大きいということは、X が I2 に属していないことを意味する。これが全ての IN について言えるので、X は I に属していないのだ。これで全部のパターンを調べ終わったわね。3つのパターンのうち、X が I に属しているのは、X が0以上 S 未満のパターンだけだった。つまり I は0以上 S 未満の半回区間であるということが証明できたわね。うむ、確かに無限級数と対応した結果になっているのだ。一応補足だけど、この証明とは別の方法としてこのように両方の方眼関係を示す方法もあるわ。こちらの方が集合論的にはよくある証明の方法だけど、今回は数直線を使って感覚的に理解しやすいこちらの方法を採用しました。どちらも本質的には似たような証明になるけどね。了解したのだ。ここで一つ具体例を見てみましょうか。
おや、これはあの有名な1=0.999…… なのだ。一見1より 0.999…… の方がちょっとだけ小さいように見えるけど、9が無限に続いているから実はその値は1に等しいのよね。この等式のよくある説明としては、まず 0.999…… = 0.9+0.09+0.009+…… と考えましょう。つまり桁ごとに分解して足し合わせた無限級数を 0.999…… の定義とするわけね。ここで n 番目の項はこのように表せる。10−n 乗は桁を n 個ずらす役割があるわね。そして n 項目までの部分は sn を計算してみると、途中の計算は省略するけど等比数列の和の公式を使ってこのようになる。そしてこの部分和の極限値を s とすると、10−n 乗が0に近づくため極限値 s は1に等しい。したがって0.999…=1 が示せた。いや、まあ確かに 0.999…を無限級数として定義すればそうなるけど、それは部分和が1にいくらでも近づけるというだけであって、実際に小数点以下で9が無限に続いているというわけではない気がするのだ。一応この説明は一般的に認められているものだと思うけど、確かにそういう疑問を持つこともあるかもしれないわね。そこでこの無限級数を数直線で表してみましょう。するとこのようになるわ。さっきと同じように無限個の区間の和集合を取ると、その結果は0以上1未満の下位区間となる。ここに無限級数の値である1を入れていいのはさっき証明したわね。そしてこの区間の長さは1だから0.999…=1 であると考えることができるわ。ふむふむ、なるほど。一つの区間が1桁分の9に対応しているから、無限個の区間が無限に続く9を表していると考えることができるんだね。そう考えられるわね。まああくまで一つの解釈として捉えてもらえればと思うわ。あれ、そういえばこれって0以上1未満の半解区間だから1自体はここに入ってないよね。ということはこの長さって1よりほんの少しだけ小さかったりしないの？気が疲れちゃったわね。仕方ない、ちゃんと説明しましょう。 x 以上 y 以下の平区間を考えることにして、この区間の長さを μxy で表す。するとこの値は y-x で計算できるわ。ここまでは問題ないかしら？まあ平区間ということは x も y も区間内に入ってるからね、特に問題なさそうなのだ。では次に y という一点のみからなる集合の長さを考えましょう。これは y 以上 y 以下の平区間として表すことができるので、さっき決めた方法で計算するとこの長さは y-y=0 となる。まあ確かにそうなるね。一点の長さが0ということは、この平区間から一点を取り除いたこのような半解区間の長さも y-x とするのが自然であると考えられるわね。なるほど、そういうことね。つまりこの半解区間の長さは 1−0=1 と計算できるから 0.999…=1 と考えていいってことだね。分かってもらえたみたいね。今回は無限級数の裏に潜むもう一つの無限和についてお話ししたけど、どうだったかしら？無限級数を扱った動画は他にもあるので、よかったら見てみてくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。ではまた。